崎チャンネル。ちょこんにちは。大和のベストナインセリーグ編。なんと昨年、はい、セリーグは5分の3当ててます。でも5人はだから半分初受賞だったのね。うん、だから去年の初受賞は、はい、ピッチャー青柳、うん、でファーストオスナ、うん、でセカンド牧、でショート中野、うん、で外野に奥林の選手が初受賞だったんですけども、うん、なんとオスナ牧中野当ててます。すごい。岡林と青柳は外しちゃったんだけどね。はい、岡林はちょっと難しかったね。いや難しかったです。青柳は言えたよな。まあでもここまでねタイトルも取ってベストナイン来るとはちょっと思わなかった。去年青柳投手じゃなくて誰あげたんでしたっけ。森下じゃない。あ、森下投手にしたのか。じゃあ今年はね、はい、新規は 100% ってよ。こんだけ新規には去年いたから今年いるのかっていう。そうそうそう。でもいいのがまだいんのよね、取ってないのが、はい、いますいます。うん、ということでセリーグピッチャー、はい、もうピッチャーはねいろんな選手いるけども、うん、去年は戸郷とかね、はい、あとあの高橋宏斗、うん、中日ね、はい、もあるし、うん、あとあの阪神西とか、はい、あと森下で中日大野とか、はい、ね、っていうところも取ってないの。大野とか取ってないんだねみたいなね。うん、でもあと高橋奎二とかね、うん、ヤクルトね、可能性は十分あるけども、うん、はい、今永初受賞あるかもしれない。はい、そうですね。今年は横浜も結構こうチームとして良くなってきてますね。うん、しかも侍にも選ばれてるからね。うん、ピッチャー今年は今永行きたい。はい、戸郷もあるけどね。いやそうなんですよね。うん、ぶっちゃけ戸郷と今永で迷ったけどね。戸郷投手も、まあ、今となってはもうジャイアンツの柱なので。そうそうそう、いや十分可能性あるね。あるんですよね。うん、でキャッチャー、はい、もうキャッチャーね、うん、ここまで言ったら中村悠平、悠平、大城、相澤、石原、中村なんだよ。もうこれはもう坂倉行ったくでしょ。はい、あちらの人は梅野じゃないんですかっていう。はい、おお、絶対梅じゃん。そうか、梅野選手も取ってはないわけですね。うん、でも昨年の打撃キャッチャーでもしたらもうベースラインだから、はい、このアドバンテージはいけないよ。これも坂倉言わないで誰言うって話だから。そうですね。で、今年はもうキャッチャーに専念するんですよね。そう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 。まあ、でも対抗馬としては梅野選手っていうことですね。そうそうそう。ファースト、はい、オスナ、マルテ、村上、ビシエド、ビシエド、ロペス、うん、新井、畠山、コメス、ブランコ。ファーストマンなかなかいないんだよ。うん、巨人中田とかもね、うん、あのパリーグで取ってるし、ね、そうですね。ヤクルト、オスナでしょ。うん、で阪神が大山、うん、あるね、はい、ありますね。うん、で中日がビシエド、うん、取ってるからね。取ってる。で、広島がマクブルーム、うん、あるね。マクブルーム結構いいですね。だからもうマクブルームか大山なの。そうですね。どっちにします？どっち、どうなの。俺はマクブルーム派だけど。俺は大山派なんです。いや私も今年阪神、まあ、1位予想ね、うんうん、新年の時点ではしてるから大山選手くんじゃないか。じゃあ大山でいっとく。でもかなりいいらしいですからね、マクブルーム。じゃあマクブルーム、大山もかなりいいんですよね、今年。大山にしとく。いやまあでも里崎チャンネルですからね。いやいやもういいよ決めて。いやそれでなんかマクブルームになった時にやいや言われるのがすごい嫌だな。ほら言ったやんっていう。いやいいよ、大山でもいいよ。大山でしょ。いいですか。うん、まあここは大山選手にかけてみましょうよ。大山もマクブルームだけどね。大山ね、大山、大山選手頑張って。そう、これどっちかだから、はい、初受賞で言えば、まあ、この人たち取らない可能性もあるし、うん、どっち取るとしたらどっちかだから、ね、どっちかですね。うん、でセカンド、はい、セカンドはここまで、ね、山田菊上国だったのが、はい、牧がね、うん、それを塗り替えて、はい、っていうところで、もうそしたら少ないのよ選べるのが、うん、中日の若手か、うん、あとジャイアンツの吉川しかいない。うん、これも吉川でしょ。そうですね。中日の若手は初受賞ちょっと押せないよね。私まだ誰が出るか分かんないですからね。田中美希也選手が出るのか、村松選手が出るのか。だから吉川だね。はい、ていうかもうずっと吉川取るまでずっと吉川になっちゃう。うん、そうですね。いないからね。いや分かんない、中日今年出てくるかもしれない。まあ可能性はね、はい、あるね。まあでもセカンドは吉川だね。はい、で続いてサード。サードはこれまでは村上、岡本、高橋俊平、宮崎、村田、川端、ルナ。これはもう村上、岡本勝負だから、はい、ここのサードの初受賞当てたらえぐいよ。うん、でももう選べる人限られるわけ、はい、だってヤクルトダメ、巨人ダメ、で DeNA ダメだね、はい、だから広島のデイビッドソン、はい、で中日の石川、はい、阪神のサトテルだけです。どこ行きます？そりゃもうデイビッドソンちゃう。待って私サトテルって呼んでました。いやデイビッドソン、うん、結構いいぞ。あですか、いいですか。じゃあファースト大山選手行ったしデイビッドソンにしてみます。デイビッドソンでいいですか。はい、サードデイビッドソンに。はい、じゃあデイビッドソンにしましょう。はい、続いてショート、はい、ショートはこれまでね、はい、去年中野、うん、その前ずっと坂本、はい、で田中康介で坂本鳥谷、坂本鳥谷みたいなね。だからもうショートだって、だから坂本と中野はダメなわけでしょ、うん、
だ DeNA のまあ森山と京田で中日の若手あ、リュウク、土田のか、うん、で阪神が小畑、木浪、うん、でヤクルト長岡、うん、広島小園、いや長岡、これ長岡かな、小園もチャンスあるよ、ね、あるんですよ、うん、でもこの2人のどっちかだと思う、でも長岡かな、侍ジャパンもひょっとしたらみたいな名前上がってたしな、うん、私今もいい感じじゃないですか、めっちゃいい感じ、うん、これ長岡だ、ね、うん、これをこの牙城を崩せるとしたら、はい、でも若干崩れてたからね、坂本がちょっと年齢ね、まして、うん、ちょっと怪我もなってきて、はい、で中野がセカンドコンバートだったら、うん、ワンチャンこうショート初受賞あるからね、私チームがヤクルトまた3連覇とかしたら、ね、ある全然ありますよ、うん、さあ外野です、外野でこれまでが近本、佐野、岡林、塩見、鈴木誠也、外で丸、筒香、福留、平田、丸、雄平、マート、バレンティ、長野、大島、はい、っていうところだったけども、まあ、でも結構初受賞チャンスあるんちゃうな、あります、あります、うん、だから毎年名前出してる西川ね、はい、で、うん、野間、うん、広島、うん、多いので阪神がノイジー、はい、で森下、新人いっちゃいます、新人、うん、新人を取っての、はい、とかね、で中日が、あ、ちょっと阪神もう一人いません、ミエセスどうですか、ミエセス、あの佐藤さん、え、2軍でしょ、だって1軍なん、え、そうなんですか、それ高い買い物を取ってきたからね、うん、だから1軍置いてもらう、あの佐藤さんに似てるっていうところで活躍しないですか、いや、もう巨大扇風機だったぞまあそれがどうなるか分かんないけどね、はい、いや、そんな、それはちょっと入れられない、入れられないですか、うん、はい、で中日、はい、アギーレ、アキーノ、アキーノアキーナ、サッカーの監督じゃなかった、アキーノ、アキーノ、アキーノね、はい、で、ヤクルトがサンタナね、はい、あ、ありますね、うん、DeNA、はい、フォアハラ、うん、オースティン、はい、でも怪我しなきゃね、でいればっていう、でも怪我するから ね、うん、で巨人、はい、ウォーカー、でも今ちょっと二軍行ってるからね、あとブリンソン、うん、あるね、はい、の中からどこ行きますか、いやでもブリンソンいいんだよね、ちょいとそれセンターレギュラーですから、ね、うん、で狙いとかなと、じゃあブリンソン、ブリンソンちょっと入れときたいね、でもサンタナは、いや私も去年オスナ選手取ってるんで、うん、サンタナ、サンタナ選手ありそうな気もするな、まあ、日本野球になれどうという点ではサンタナですか、うん、じゃあブリンソン、サンタナ、アギーノは、アギーノ、この前ダルビッシュがレフト前ヒットってた、うん、でも西川怪我しなきゃな、そうなんですよ、うん、いれば取ってる可能性はある、ね、うん、森下、森下でもしたら桑原か、いやだからもうブリンソン、サンタナ、アキーノ、西川、桑原の中だから決めよう、はい、やっぱそう考えるとちょっとアキーノ落ちちゃうかな、うーん、なんかそんな気がしますね、私サンタナ選手ちょっと入れたいかな、サンタナ入れたいですね、うん、西川も入れたいよ、うん、じゃサンタナと西川は入れよう、はい、で桑原とブリンソン、ここはの定義が大事ですか、ホームランですか、いやいや、ベストラインだから、それはだって活躍インパクトだからね、はい、いや僕は桑原ですね、うん、それでいくと、うん、ブリンソンは結果悪かったらすぐ外されると思うんですよね、うん、そうだ、結構ブリンソン選手の方が一か八かな感じはありますよね、はい、じゃあ桑原にしとく、しときます、桑原選手がまた今年じゃあ、うんうん、じゃあ桑原にしとこう、首位打者争うぐらい打つという感じで、うんうん、じゃあ西川、サンタナ、桑原で、はい、これだね、はい、で DH としてブリンソン入れとくDH ないけど、うん、あったとしたらパリーグ DH あるからね、そうですね、あったとしたらブリンソン DH ね、はい、だからまあどこで取るか分かんないけどブリンソンも言ってましたよっていうね、ちょっとどっかに入ってたら当たりにしてください、交流戦の時期とクライマックスと日本シリーズだけ活躍しますからね、おー、そうそうそう、ね、ブリンソン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 、ね、ブリンソン、ね、うん、はい、じゃあセリーグはこれで、はい、ね、だから皆さんもね、うん、ぜひ皆さんの中のね、うん、大穴ベストラインをコメント欄に書いてね、はい、みんなで誰が当たったかね、はい、だから答えは半年後です、そうですね、楽しみですね、はい、はい。